こんにちは。アマゾンエスサポーター、堀秀夫です。今日は商品探しの、まあ、スカイプ相談をしててね、えー、他の出品者の商品を真似て商品探してますという話がありましたんで、まあ、それは良くないと、効率が非常に悪い、えー、別のり方にしましょうという話をしました。まあ、何しろ、まあ、何度も言ってるように、まず商品を目の前に置く、あるいは商品がある場所に行く。 リアル店舗に行くとか、あるいは、えーまあ、ネットで見るにしても、おこれ、なんか押し出してきたけど、割引率高いなというような商品、まず,まずは、えー、仕入れる予定の、あるいは仕入れようかなどと迷っている商品があるというのが前提で、その商品が売れてるか、売れてるとすれば売れば儲かるか、まあ、この順序で商品探しをします。で今日の ね、相談した会員さんは、まず、えー、出品者を適当に見つけて、その出品者が、まあ、他に出品している商品、ね、えー、ランキングがあって、えー、他に売ってる商品を見つけると。で、そこに納品するって形で、えー、やってました。まあ、これ、あの、先行してるライバルには勝てないというのが一つあるんでね、えー、なかなか使えない方法です。まあ、どういうことかというと、まあ、わかりやすく言うと、これね、 アマゾン。オーストラリアマゾンが、えー、後から出品してきたら、これはあの自分たちもうあの同じ値段じゃ売れないな、あるいは安くしても売りにくいなとなってしまいます。で、他の出品者の真似をするってのは、これと同じことになってます。何しろね、もうすでに出品してて先行してるわけですから、もしかしたら販売した実績もあるかもしれない。 そこに、えー、まだ販売実績のない初心者の方、始めたばかりの、えー、方が出品してもカートも取れないし、ねえー、下手すったら安く出しても安いから一番上じゃなくて、今ね、安くても後の方にね、えー、乗ってる場合があるんですけど、これなんでかなと思うおそらく、ね、実績ないかなんか問題あった出品者ってね、後回しにされてしまうと。要は非常に売りにくいところに持ってかれちゃいますんで、えー、他の出品者は真似るということは、その、 売りりににくいい商品ばかりを見るという形で、これね、まあ、なんでこの方法を割と、えー、よく見かけるかというと、まあ、輸出というと、やっぱ今まではね、eBay がメインなんで、eBay のコンサルタントの人はこのやり方を進めてることが多いです。何しろね、頭を使わなくても、他の出品者何を出してるか見て真似れば出品できますし、eBay の場合はね、 え、カタログを一人一人作るという前提があるんでね、え、写真の枚数を多くするとか、え、あるいは値段を安く出すとか、ね、あの、いろいろやり方があるんで、ま、とりあえず出品がサクサクいくように、え、この他の出品者の、え、相乗りしましょうと、パクっちゃいましょうというのありますけど、アマゾンの場合何しろね、商品を仕入れて送るという形ですし、え、それ、そこから考えたらやっぱ商品探しのところで、 手を抜くっていうかね、簡単にできるやり方をしちゃうと、帰った後で苦労する。あるいは、見切りがつかないってことになるんで、商品から探すという形がおすすめです。出品者から探すのは、えー、この eBay 方式は無在庫で出品手数料無料だから、無料の eBay だからできること。他にも工夫の仕様がある eBay だからできることで、一つのカタログに、えー、みんなが出品していく Amazon の場合は、この商品から入る、ね。あんまりうまくいかないです。 逆に自分がすごい、ね、たくさん取引してベテランになった後は、えーまあとは FBA 利用していない出品者とか、ね、新人の駆け出しの出品者の商品を自分がことごとく相乗りしていくことで、ねまあ、新人潰し的なやり方で商品を増やしていくこともできます、まあ、ただね、ね大抵、まあ、それで新人,が新人が分かるような商品で、ね、ベテランがいら儲かる商品があるかって問題もあるんで あんまりこのね、出品者規定にしたやり方っていうのはね、アマゾンにおいては、一見、ね、効率良さそうなんですけど、実は全然効率良くないんで、まあ、新人たちは少なくとも NG。で、まあ、ベテランになってきてね、えー、自分のね、相乗りして、こいつ、うん、ねあの、だったら逆にやってやろうと、そういう、そういうのでね、やる場合は、たまに人の性格によってありますけど、まあ、基本的にあんまりやっぱり、えー、出品者、 から追っていくっていくうのは、えー、おすすめじゃないです、えー、自分の仕入れやすいジャンル、仕入れやすいお店、あるいはね、えー、興味が持っているジャンル、商品、これを、まあえー、気にせず入れていくというのはね、えー、結局、ライバルもあまり増えず、まあ、自分もやってて楽しく、そして利益も上がるという方法でありますので、まあ、商品探しは、商品から入ると。ね、で他の出品者までるのは、えー いや効率はさそうだけど、実は効率悪い NG だということを、ね、覚えておいてください。あとね、個別サポートの会社は本当商品探しが、えー、重要なところだし、えー、サポートしていけばね、間違えた方向性とか、えー、もっと,もっとあの楽にあの効率よく探せる方法があったなっていうのを気づきますので、やっぱまめに相談、ご報告してください。お待ちしてます。アマゾン S サポーター、堀秀夫でした。